はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は生ビールですね。新発売のアサヒスーパードライの、春麗辛口です。30周年、特別、醸造、冷たさ極めた新辛口、冷凍庫に入れないでください、凍結する場合がありますって書いてありますね。凍結する場合がありますじゃなくて、絶対凍結するだろう。春麗辛口の冷たく感じる秘密はこちらからと書いてあって、URL が貼ってあります。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数 5%。値段が200円ぐらいでした。コンビニで買ってきました。でですね、関係ない話なので、関係なくはないのか。6月からですね、酒の値段がいろいろと上がったらしいですね。なんか缶ビールとか、まあビールとか、あとチューハイとか全般なんか上がったらしいです。なんか酒税法が改正されたって、ね、書いてありましたけど。まあ、そうですね。大体 10% から 15% ぐらい上がったらしいという話は、聞きました。今回、これ、スコーンですね。食べます。もう何でもかんでもなんか上がるよね。もう何でもかんでも上がっちゃってさ。じゃ、乾杯。ああ。美味しい。なんか麦の香りっつうのか。すっげえなんか香るね。ああ、うめえこれ。なんか、普通のスーパードライとか、麦感。麦の香りっつうのか。あれが半端ないですね。期間限定、飲んだ瞬間に冷たい辛口を体現できるスーパードライって書いてあるんだけど、5月30日、期間限定発売って書いてあります。冷たさ走る新辛口。まあ今、これコンビニでさっき買ってきて、今飲んでるんですけど、すぐ買ってきてからすぐ飲んでるんですが、まあ普通に、別に普通ですね。何が冷たいのかが。別に冷たさは特に感じません。冷たさ走る。あ、よくわかんねえな。飲んだ後にも残る冷たさを実感ください。1、喉に響く飲み応え。スーパードライから受け継がれるシャープな喉越しで、夏の乾いた喉を潤します。今ね、深夜2時半なんだけど、普通に外出たらめちゃくちゃ寒くて、笑った。2、圧倒的なキレ。長年の研究によって、ビールの苦味成分の比率調整を可能にした、独自の、革新的技術で、さらなる、キレの向上を実現しました。3、押し寄せる冷涼感。希少ホップポラリスを、一部使用し、ビールの清涼感を生み出すホップ添加技術を確立。飲んだ瞬間に冷たさを体感できる新感覚のスーパードライが出来上がりました。全然わかんない。
ポラリスっていうホップが、冷涼感を生み出すらしいです。さっぱりわかりません。むしろ個人的に冷涼感は感じないんだけど、普通に麦の旨味がすごい。ただ単に普通にうまい。春冷ではないんだけど、普通にホップの香りなのかな。すげえ麦の香りなのかわかんないけど、すげえ、一口目あたりに感じる麦麦感がものすごいですね。二口目ぐらいからは、あれってなるんだけど、一口目のね、麦麦感がすごいですね。でも、だんだん何口か飲んでくると、別に普通になってくるんだよね。てか最近ずっとビールね、あんま飲んでなかった。まあ飲んでなかったってこともないのか。辛くな。別に普通だな。まあでも、まあ美味しいですよ。美味しいけど、多分、清涼感は感じないですね。多分、俺の味覚がおかしいのか何なのか知らないけど、少なくとも全然冷たくは感じない。普通の冷たさっていうか、普通にこれ自体が冷たいから特に何の、あれも感じないですね。普通だな。で、コクも大してないんだよね。普通のスーパードライに比べるとコクがない。で、香りはあるんだけど、普通のスーパードライに比べて香りはあるんだよ。香りは強いんだけど、コクがない。まるでコクがない。まあ、多分コクは求めてないんだろうね。かといって辛口かって言われると別に辛口でもない。普通のスーパードライの方がよっぽど辛口だな。別に辛いって思わないもんね。以前出たじゃないですか。朝日スーパードライ淡麗辛口みたいなやつ。スーパー辛口みたいなやつ出たでしょ。青いやつね。これにすげえ似た、あれ出たじゃないですか。あっちの方がまだ辛口ですね。あっちはめっちゃ辛かったんだけど、これは全然辛いと思わない。で、冷たいとも感じないし、辛いとも感じない。で、コクもない。だから、何が、朝日スーパードライに、普通のスーパードライに比べて何が違うかっていうと、香りと、キレですかね。まあ普通のスーパードライに比べたらうまいかどうかって言われると別にうまくはない。俺としては多分普通のスーパードライの方が美味しいと思ってる。微妙ですね。飲めば飲むほど微妙になる。
一口目はうまかったんだけどな。発売30周年でこれかーって。飲めば飲むほど微妙になるね。最初本当に一口目、これ飲んだ時、これの、さっきの飲んだ時、一口目だけは、すっげえうまかったんだけど、あの香りがね。ただ飲めば飲むほどなんか微妙になってきて、はえーってなるね。これは別に買う価値あるかって言われると、まあ、一口目だけのために買う価値は一本だけあるな。うん。一口目だけ。一口目だけ買っとけ。まあ。まあ買っとけって感じかな。一口目のためだけに買っとくっていうのもありだな。うん。それ以外は特にないですね。普通のスーパードライの方がな、一本飲み終わるぐらいに、なると、もう、だいぶなんか、全然普通になってくるんで、舌が慣れてくるんだろうね。多分ね。コクはないでしょう。コクはそもそもその、あれだよね。スーパードライもコクはあるかっていうと、まあ微妙なところなんだけど、さらにそれよりはない。甘みもまあ、ないんだけど、ただ苦みもないっていう。全然苦くもないんだよね。うん。スーパードライの方がまだ多分苦い。香りは強かった。うん。買い勝ってやると、まあ4つ星ぐらいにしとけ。1354です。ご視聴ありがとうございました。